クロクジュとウルーゼットのコラボブーツ、これもセンスの僕の欲しいもんでも出してますし、今日多分千葉さんとか田口くんとみんな被ってると思うんですけど、まさにコラボのエンジニア。ガビリーパンツはこれブラックセンスで今別注かけてて真っ黒出すつもりなんですけど、この中ではそうですね、セリーヌ、まあ、だけどエディさんのこのやっぱね、普段彼はあの細身でもこういうしっかり時代に合わせたものを作るんだなっていうのがすごい。こちら、ヒスのスウェットです。タグ的には G ヒステリック、シュプリームヒスで使われた、デザインですね。今回はスウェットになって出てきた。セリーヌでもこのあれだよね、ジャージ。こちらもヒスのドドドン極太チノバン、これもすでにセンスで紹介します。80年代後半です。やっぱね、これに究極の A ラインというか、ズバッてこのぐらい上がタイトで下太いっていうのは結構当時やってましたね。テンダーロイン、彼らの最近めちゃくちゃ気に入ってるのはこの黒メッシュ、やばいんだよね、メッシュ素材最高。この七分、これとこれ合わせの、これベン・デイビス型かな、もうテンダーといえばこの極太ですよねっていう。でも最近自分の中ではやっぱもうパンツ太いっていうのが今自分の中で来てますね。これ今最も履いてるスニーカーブランド、じゃ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 ん、ホカ。これはエンジニアガーメンツのコラボですね。品があるっていうかね、意外に何でも合います。今日の服はこれ一例ですけど、まあ、唯一通しているのはやっぱリラックス感はある。ストリートブランドが軸とはいえ、あ、軸っていうか多いですけど、まあ、やっぱちゃんとラグジュアリー着たいよねって。共通して言うのはあまりコラボがないっす。ブランドらしさとかを大事にしてるところの方が僕はやっぱ好きだなって。ある程度ファッション通して見てきて、やっぱ人で着たいなって思う今日この頃でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。